火曜日のカゴヨンといえば今すぐ食べたい楽うまご飯です。教えてくださるのはフードコーディネーターの小橋ひろみ先生です。はい、こんにちは。よろしくお願いします。今日教えていただくメニューはこちらです。はい、材料3つで何とも優しい甘酒のとろみジュレご紹介いただきます。はい、今回もねマシュマロが大活躍します。3つのうちの1つはマシュマロなんですね。はい、そうなんです。お砂糖なし、ゼラチンなし、レンジ加熱だけで固めて美味しい甘酒デザートが出来上がります。甘酒の優しい甘みにマシュマロの甘さがねぴったりなんですよね。マシュマロの加減でとろいとした絶妙な優しい食感に仕上がりますよ。まずは材料です。はい、材料は4人分です。はい、ストレートタイプの甘酒 180g、 アルコールゼロの粒タイプ、マシュマロ水各 60g です。はい、もうねこれだけなんです今日本当にあっという間でした。材料表ってよく見ますけどですよ、ね、こんなに質素な材料も見たことないですね。はい、私も初めて見ましたね甘酒、マシュマロ、水、はい、そうなんです。もう材料も少ないですし、はい、作り方も工程もねとても少なくて簡単なのでぜひ作っていきたいと思います。早速お願いします。はい、まずですね、今日はレンジ加熱ですのでこういう耐熱ボウル用意していただきまして、はい、こちらにですね材料を入れていくだけです。今日はですねこういう甘酒、ちょっと粒タイプのですねストレートタイプで粒入りのアルコールなしのものを使ってます。ちょっと粒々感があった方がね食べた時に食感よく美味しくなると思います。はい、こちらに加えていきますね。はい、そしてですねちょっとお水を加えていきたいと思います。はい、お水でちょっと薄めるという感じですね。はい、材料2つ目です。はい、そして最後にマシュマロ。そこに入れちゃうんですか。はい、もう全部材料を入れてしまいます。はい、簡単ですね。そして加熱をしていくだけなんです。はい、なんですよね。これなら私でもできますね。はい、もうちっちゃいお子さんでもねできると思います。いつものようにふんわりとラップをかけていただいてですね、はい、600ワットのレンジで2分30秒加熱をしてあげてください。まだ早いですね。はい、そうなんです。加熱時間もね少ないんです。で加熱をしたものが、はい、こちらになるんですが、もうマシュマロがふわふわしてるの見えますかね。ラップを外しますね。ほら、もうね、なんか溶け出してきてるんですよね。確かに、なんかしかもちょっと膨らんでますね。うん、ですよね。で、ゴムベラを使ってですね、はい、取り出したらすぐにこういうふうにしっかりこう混ぜ込んでいくという感じです。はい、この今マシュマロの粒が大きくていっぱいあるんですが、はい、この混ぜていく作業を続けていると、うん、小さくなってですねなくなってくるんです。本当になくなるんですか。はい、甘酒にねこう溶けていくという感じですね。でちょっと粒が小さくなってきたらですね、はい、こういうふうにヘラでもうこうマシュマロの粒をこう潰してあげるとですね、ボウルの側面で潰していくんですね。結構ね泡がすぐなくなってくれると思います。潰してあげるとですね、でしっかり混ぜ込んでいく、これをねずっと作業を続けてください。ここだけは忍耐力が必要です。そうですね。私このレシピをですね考えるときに牛乳を加えてみたりとか生クリームを加えてみたりとか、うん、ちょっと乳製品を加えてみて見たりしたんですが、はい、やっぱりねなんか甘酒のせっかくの旨味が消えてしまったんですよね。なのでもう甘酒だけでもうシンプルなレシピにたどり着きまして、ある意味シンプルイズベスト。そうですね。でちょっと甘酒だけだとやっぱりすごく濃いになってしまうので、はい、お水で少し薄めてあげると、うん、いい甘さに、ね、なるんですよね。だいぶなくなってきましたね。だいぶなくなってきましたよね。うん、でもしっかり、うん、これやっぱヘラで混ぜるのがいいですか。はい、そうですね。こういうですねホイッパーではなくてですね、ヘラで混ぜていただいた方が甘酒のお米の粒の食感を残したいので、
こちらでですね、ゆっくり優しく混ぜ込んでいただくといいかと思います。もうね、ほとんどなくなってきました。本当ですね。不思議だな。もう全部溶けちゃったってことですよね。すごいですよね。マシュマロどこに行ったかなっていう感じになります。このまま甘酒と出して飲んでいただける可能性もありますよね。本当ですね。でもジュレですよね、うん、はい、まだこうサラサラに見えるんですけど、うんうん、ですよね。今からですね、グラスに、移していただいて、うん、冷蔵庫で 5,6 時間ですね、しっかり冷やし固めていただいたらね、もう絶妙な食感のジュレに仕上がります。もうね、しっかり、白い粒がなくなりましたので、はい、で少し粗熱を取ってからね、冷蔵庫で冷やし固めてあげてください。これ固まるんですね。固まるんです。はい、楽しみですね。でお好みのフルーツとかですね、今日はいちご、旬のいちごを、ね、持ってきました。一緒に盛り付けて召し上がっていただきます。